11月5日木曜日、本日の三経名の音読を行います。本日の三経名の表題は次のようにしてみました。ノーサイドからフルタイムへ、アメリカ大統領選。どうか皆さん、アイゼンハワー将軍が自らに託された大きな仕事を成し遂げるのに必要な指示を与えていただきたい。私は彼を支持することを誓います。作家の井上一馬さんが編んだ後世に伝える言葉から引いた。1952年の大統領選で敗れた民主党のアドレスティーブソンが共和党のドワイとアイゼンハワーの勝利を祝した演説である。敗者が潔く敗北宣言をすることで戦いを終わらせる。アメリカがこうして民主主義のお手本を世界に示してきた。もっとも今回の選挙ばかりは、美しい伝統が守られるかかのどうか、雲行きが怪しくなってきた。3日に実施された大統領選の決着は大幅にずれ込む可能性が出ている。事前の世論調査では民主党のバイデン前副大統領77歳が共和党のトランプ大統領74歳より優勢だった。ところが蓋を開けてみると、トランプ氏は激戦州を次々に制して勢いを見せつけた。お祝いをする準備をしている。トランプ氏は自信たっぷりだが、バイデン氏も勝利を譲る気配はない。このまま膠着状態が続けば、法廷闘争に持ち込まれる。最終的にどちらが大統領に決まっても、大きなしこりは残る。社会の分断がもたらす混乱は、世界の秩序を揺るがす要因となり得る。ノーサイドというラグビー用語は、単に試合終了を意味するだけではない。レフリーのホイッスルと同時に、選手たちに敵味方の区別はなくなり、お互いの健闘を称え合う。まさに昨年のラグビーワールドカップで何度も目にしたシーンを体現した言葉でもある。もともとラグビーの本場では、最もラグビーの本場ではすでに死後に近く、現在では
フルタイムが一般的だという。ラグビーが盛んではないアメリカにこそ広まってほしい。11月5日木曜日の三経名の音読を終わります。アメリカの大統領選、バイデン氏のスキャンダルは全然日本のマスコミは報道しませんね。すごい左寄りですな。ネット、YouTube ではすごいバイデン氏のスキャンダル、汚職、人身売買から薬物取り扱い、それと未成年のセックスなど、バイデン氏の子供がすごいことをやっているように、その報道は全然ないですね。結果を待ちたいと思います。以上で三経名の音読を終わります。さお。